月食会議でーす。遠藤でーす。でーす。トリオトコです。はい、トリオトコはこのカメラのこっち側にいますから、はい、今日はですね、はい、月食会議、はい、6周年、今何周年かな何周年だっけ。6周年長かったですね。いや、短かった。いや、どっちか分かんないというわけで始まりました。お願いします。今日はですね、6周年ということで、なんかじゃあできたらいいなっていうので、時々月食会議やってます。作曲配信です、ね。はい、これを今日やろうかなと思うんですけど、なんと、はい、オトメイトさんのご協力により、はい、なるほど、本当にこの先ちゃんとリリースされる楽曲をみんなが今見てる場で作らせていただけることになりました。このコンテンツはまだ発表前なので言えないこといっぱいあるんですけど、はい、言っていいのはどこまででしたっけ。オトメイトから出る完全新作ゲームに使用される曲です、はい、おー、それがね、今度9月のパーティーで披露なるんでしょうけど、はい、それより前なんですね、生放送で。マジか。もうだ、もう解禁しちゃってるってことだ。というわけで、じゃあ今日作ります。やっぱり楽曲作るにあたって、ゲームサイドから、まあ、こういう曲を作ってほしいってのは当然来るわけです。あくまで参考ですけど、こういうのみたいなとか、いろいろそういう資料ももらってますけど、はい、そういう曲は今日流せないんですよね。まあそうです、なんでかっていうと、 YouTube のあれで、ね、権利的にピーンって、アラートついちゃうんで、壮大に音が伸びるイメージの楽曲を発作してます。基本的には民族楽器系が入る、はいはい、中華系、はい、モンゴル系などの、はい、民族系楽器が入るような、はいはい、壮大な音が伸びるイメージの大事ゲスト。まあ、大陸っぽいってことですね。そう、そういうだけど、どこっていうじゃない、まあ、なるほど、幻想的国としては架空の国、だからまあエスニックなもの、オリエンタルなもの、